どうも皆さん、おはこんばんちは、アニラです。おついでございます。ディヴィニティオリジナル戦でございます。はい、続きやってまいります。はーい。で、全員集合してんの？はい、全員集合してやつですよ。とうとうユガラを達成出したんだね。ですね。はい、すげえな。もう俺らの席ねえからみたいになってる。お前ら前に立っとけよ、お前らみたいな。はい、少なくともジックザックよりは俺ら偉いと思うんだけど。あら、マスタージックザックだ。以前は粗末な小屋に住んでたのに、ここは随分と豪勢ね。ファーリーの次元から、ここは何という場所なのかしら。ここが終焉の時の時の避難場所にある、避難所にあるホームステッドだ。まあ、本当に魔法の世界についてまだ学ぶべきことがあるよね。終焉の時、急にマスタージックザックとの関係に納得がいったわ。はあ、こんな風に味方に囲まれて安全な場所にいられるなんてとても安心できるわ。最初から始めよう。レアンドラはレベロン周辺での悲惨な出来事にどう関わってる？その答えは何百年も前に遡る。あなたたちの仲間がまだ黒魔術師たちを何十人も殺していた頃よ。いやうん、私たちの家系は生まれながらのソース使い。だからソースと響き合うの。けれど両親はその力を自分たちの代で終わらせると決めていた。ソース。でもその力を隠していてもソースハンターたちから逃げられなかった。ああ、それが本当ならソース使いなんだな。そうね。でも私たちの種族にはアカデミーで教わるよりもっと重要なものがある。ソースは血や狂気だけではない。稲妻みたいなもの、巨大な力の流れなの。私たちソース使いは金属でできた戦闘のようなもの、ソースは私たちに引きつけられ体の流れを流れている。ただ多くの人が理解していないのはソースはコントロールできるということ。歴史を通して権力に酔いしれた者たちがソースを乱用したため、世界の全てのソース使いが悲惨な結果の責任を負わされることになったんだよ。どんな気がなんだ。教えてちょうだい、ソースハンター。秘技を勉強中に師匠から全てのソース界が邪悪なわけではないと聞いたことが。一度でも私たちの中には柔和や、穏やかなもの、柔和で穏やかなものもいるとか。ただ森の種族で病人を癒し、毎冬には、凍りついてしまうとか聞いたことある？ないでしょうね。ならきっとソースハンターの存在そのものがいつかリベロンの全ての忘却へと追い込む力を持つ壊れた魂を生み出してしまう可能性があるという話もされていないでしょう。レアンドラのしてることは我々ソースハンターの責任だと言いたいの？イエス。イエスって言い合いで最初。いや、それは行き過ぎだわ。自分の責任から逃れることになってしまう。レアンドラの堕落は確かにあなたの仲間の手によって始まったけど、今回の全ての被害になったのは私よ。イエス。お前じゃねえか。じゃあイエスじゃねえか。つまりソースハンターの誰かがお前の両親を殺したのか。彼らはある静かな朝にやってきた。母は取り乱し、私はレアンドラを連れて外に逃げ、木々の間に隠れるように言った。まだ幼かったけど、母の判断を疑うべきでないことは分かったわ。近くの木の高いところに登ったけど、目をそらす間もなく両親はドアの前で殺されてしまった。やばいね。ソースハンターは傲慢な態度で剣を吹きながら歩き回った。そしてさらに二人のソース使いが死んだ。レアンドラとお前はどうした？その瞬間から全てが変わってしまった。木の中で震えながら、恐怖と絶望があまりに大きくなり、私たちの中の魔術が変わり始めた。交わり始めた。二人の魔が一つになり、絆はとても強くなった。あの森の中で外の者とは一切口を聞かずに生き残ることはできたと思う。いえ、幸せにだってなれたはず。私たちの霊魂融合は万が一どちらが死んだ場合、もう一方にすぐ死んでしまうことを意味している。だから二人は行動を共にしていたの。はあ、霊魂融合なんかしちゃったんだ。レアンドラの能力は驚くべきものだったわ。ソースを恐れることなく考えられない頻度で、闇の道を調べたの。どうにか説得したけれど、彼女の成長の方が早かった。お前とレアンドラ、それと恋人の魔術師の間に何があったのか教えなさい。ザンダロールが現れた時、私と妹は孤独な存在、木々の間にさまよう魔女になってしまっていた。はあ、特にレアンドラは彼を放っておかなかったの。彼の知識は豊富だったからよ。レアンドラは全ての知識を吸収し終わるまで休むことはなかったの。まじないや魔法の類に時間を費やしていたわ。夜になるとレアンドラは学んだことを練習しに出かけ、ザンダロールと私は穏やかに過ごした。二人と許して。私たちは三者とも満足していた。けれども、寂しい心が私たちをダメにしたの。寂しい心とは何だって？
イエス・タムス・イコール・ボルトは知っての通り、レアンドラと私の魂は繋がっている、つまりお互いの魂を覗ける窓があるということ。私たちはお互いザンダロールを好きになったことを知ってしまった。なるほどね、三角関係。けれど彼が愛の告白したのは私、相手は私だった。共に過ごした静かな夜が彼の心を捉えた。私はの心をも、ん、私の心をも捉えたように、はい、私たちの新たな関係を知り、レアンドラの心は壊れてしまった。私もナイフのように鋭いその痛みを感じた。レアンドラは何も言わなくなり、2年もの間会っていなかったの。レアンドラとのつながりが、霊魂融合が弱くなっていった。とのつながり、霊魂融合が弱くなっていった。まるで何者かが寄生虫のように私たちの魂に取り付いて、日ごとに力を吸い取っていくかのように。なるほどね、マルモードを救い出すことはできないと。二人の霊魂融合は壊されてしまった。誰かがやったかは推測しかできない。絆がほつれてしまったことで、レアンドラは悲しみの淵をさまよい、その悲しみは決して終わることはないと信じきっている。ほう、レアンドラに必要なものは絶望の地から逃れるための救い手、すなわち私の手。霊魂融合が元に戻れば、破壊の道を進まなくなるはずよ。お前とレアンドラの霊魂融合について話そう。レアンドラが知ったことを見逃すことにはいかないけれど、どうにか理解しようとはできるわ。霊魂融合はボロボロの状態だけれど、レアンドラはこの世の悲しみの中で途方に暮れているのよ。それに私たちの絆を押さえつける恐ろしい力を感じるわ。その力は飢えているのよ。だからレアンドラの心と魂は常に消耗している。その力が何なのか正確には分からないけれど、私の追い払おうとしながらレアンドラを動かし続けているのは確かに。なんだ、融合を直すことができたならこの記憶から終わらせてくれるはず。これからどうする？レアンドラをどうやって阻止する？何よりもまずやらなければならなくなるわ。レアンドラは軍勢を集めて、彼女を見つけるにはその軍勢を相手にしなければならないかもしれない。その前にレアンドラの計画についてもっと情報を集めないと。どれぐらい汚れなき者たちが彼女の出演にいるか、彼女の目的は何なのか、はあ、ルクラの採掘場へ行くといいわ。目的は不明だけど、レアンドラはそこで物資や人員を集めている。険しい道となるはずよ。レアンドラの仲間は一刻一刻と力をつけ、人数も増やしている。それでもレアンドラの計画とその理由を明らかにしなければ、鉱山への潜入に関して知っていることはあるか。霊魂融合にはいいこともあるのよ、ソウサンタ。つながりが弱くなってしまっていても、時折レアンドラの行動や心の奥深くで感じている苦痛、もしくは勝利の喜びを感じることもある。一つの光景、ただの悪夢だと思っていたけれど、あれはもっと悪い夢だったね。レアンドラは原料を集めている。はっきりとは何かは分からないけど、それを一生懸命何かに仕立て上げている邪悪な何か。リアンダの不満と喜びは同じくらいになってきている。何か、恐ろしい何かの達成に着々と近づいているのが分かる。鉱山の奥深くまで侵入して、レアンドラが何を企てているのか探らなくてはならない。鉱山について話せ。危険かもしれないけど、突入するしかない。妹が光から遠く離れたところで何か恐ろしいことを企てている危険が。じゃあ、おい、はあ、まあ鉱山に行くことになるわけだね、これ結局。イカラはルクラの採掘場へ、彼女の妹の行動の証拠を見つけに行くよう言ったと。結構捜査班とか全部あるんじゃない。まあまあそういうことですね。あれ、俺たちが一緒なのか。イカラとは、ああ特にあれはできないのか、商売できない。捜査班、捜査班、Welcome。 なんか持ってないの、あんた。ヒベルハイムでアレアンドラに会った。スターストーンを使ってブラッドストーンを使っている。お、81か。血の洗礼を受けていても、まだスターストーンは洗浄、浄化できます。ああ、スターストーンでレアンドラの記憶を妨げるのです。防げるのです。ははん。ははん。ガチャを。あとはいらんかな。寝室か、こっちは。おか、筋肉かじか。おほうほうほう。AU の神殿。おや。あ、いいや。それでは。AU の神殿。仲間をチェンジできるってそれだけが答えだ。じゃあなかった。じゃない。あとはマイホームとっていう感じじゃなかった。うん、そんなもんですね。ファイヤーエレメンタル召喚、火力は大事。
ははぁ、じゃあ結局ルクラに戻らないといかんと、鉱山編っていうことですな。ホリ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 編、ここにいるのはダレモス。ダレモス最後あるのに戻ったんだよ。何が違いのか。エクスプロージョンのスティルブックとかもある。なんか覚えられないな。疾風尻、うん、上級を手に入れるべきですね、あなたは。そうですね、炎の上級欲しいですな。よし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 、分かったぞ。とりあえずルクラの森に戻ればいいってこと。ファーストトラベルでルクラの、あ、またすげえ増えた。そうなんですよ、霊魂融合とかね。はい、よし、シルバーグレンまで行けばいいのかな。じゃないのかな。鉱山の原料があのヤバい石じゃないんですか。そうですよ、我々が今この普及状態になってるのはそのせいなんですよ。ということはそこまで行けば、こう多分進めていけば治るんじゃないかと思われる。解除できる何かが。汚れなきっていうか、もう腐りまくってるじゃない、俺ら。汚れまくってますけどね、私ら。なんか入団するみたいなのやらないといけないのかな。入信みたいなのあったね、そういえばね。これだ、シルバーグレンの司祭ロイクは一冊の本を渡してきた。そしてこの本を学べば汚れなき者たちの仲間に入れるかもしれないと言った。はあ、あの喋る彫像、うん、のなんかそういえば話に聞くと、なんか対応した魔法を打ち込んでやればいいみたいなこと言ってた。あ、そうなんだ。うん、行ってみる。行ってみましょうか。対応した魔法ね、再シール、はい、どこだっけ、なんだっけ、万人像、これか。左の端だったような気がするな。まあ倒しておかないと経験値はね。そうですね。オッケー、やってきた。で対応した、ちょうど炎ここにあるから魔法打ち込んでやればいいじゃん。おう、あ、でも魔法ならいいんでしょ。だったら今炎の灼杖持ってるから敵が出てくるんだったら。いや、そうそういうわけじゃない。ちょっとわかんないですね。まあ、魔法でもいいかもしれないけど、まあまあまあ、ああ、マジで。おーおー、出てきた。あ、なんだこれ。あ、下には塩を含んだヒューティが、背中には太陽が、生きる喜びを得ようには戦いが一番だとか言ってる。あなた炎の闇だけど、火球のファイヤーデーモンだって、はい、うわ、火球やん、火球やん。これちょっとでも私あれだろうね、殴ると、直接で殴ると回復するだろうね、うん、で、僕も回復する。あ、ちょ、俺、まあ、あれだ、これでいいや、フリージングタッチしていい。どうしよう、インペラーがかっこいいんだろうな。なんか他のパイクとかすごいしょぼく感じ。あ、でも結構ニンボルスフォックス、ほい、ほーい、近づいて、はい、フリージングチャッタッチ、あー、半分減った、しかも凍った、凍った、はい、どうぞ、あと、よろしく。じゃあ私が
砕いてください。705。おお。お？ログアンアップデートされた。しゃべる超像。一体の中に入っていた炎の悪魔を解放し倒した。あ、燃えてる燃えてる燃えてる。あ、指輪出てきたよ。お。どれどれ？指輪。指輪。無関係の輸出の緑の指輪だった。お、あ、拾った？ああ。あーでもアンコモン、コモンなんだよな。あんま大したことはなさそうだね。これだ。鑑定。チャキーン。目通り鑑定。鑑定と目通り。あー、まあ、いつも通りだな。オッケー。次、氷の魔法で。次、氷の魔法。まあ普通にアイスシャードとかでいいんじゃない。そうだね。これ。うん、そうなの。凍った。あ、出てきた。マギアウロ、ここに新鮮な空気が今こそ長い間行われたこの足を試すときだって。火球でも普通に出てきた。はい、まあどうぞどうぞ。そうだ、偉そうなこと言ってた割には下級デーモンなんだな。うん、大したやっぱ悪魔ってそんなもんだよ。あ、はい、死んだまあそうだよね。もはやだって倍ぐらいレベル違うんだから。あ、まあ逆に言えば僕たちがこうレベル5ぐらいでいきなり12のやつ出てきたら即死するよね。ボコンされますからね、うん、やりです。どうなんだろうな。レベル4の槍です、ね、4の槍か。売り物土か。これ土かな。土だから多分こうか。あ、だね。出てきた出てきた。縛りはどこにかれた。我が力は解放された。お願いします。はい、まあおなじみの、はい、はぁ全身全霊で打ち込んでくれる。まあ、打ち込んでください。はやや。お、ちょっと耐えた。なかなか耐えます、ね、やりうりますね。頭燃やせば終わりですよ。かわいそうなぐらい。かわいそうなぐらい弱いな。まあ、でも750でね、チチンジュ入ってますね、我々。あ、まあ美味しいですね。はい。なんだかな。微妙に俺飲む。で？でだ、こいつはサンダーボルトねえから、私がソードを変えて1本だけビリビリにして、はい、で、よいしょ、これ出てくるはずだ。出てきた。オッケー。じゃあ死ねとか言って封印が解かれた、じゃあ死ね。そうだ、毎回こう、この疾風切りを放てるのが楽しいな。お見舞いしてくれる。クリティカルが1個か2個出たらもう終わりっていう。ああ2100もゲットした。おお、美味しいよ。素晴らしいね。美味しい美味しい。こんな一発で倒せる敵を倒すだけでトータルで4000ぐらいも稼げるなんて、なんて美味しい。ああ、なんか洞窟の入り口が開いたよ。行くしかないでしょう。みんな行きますか。ちょっと待って、とりあえず鑑定だけしよっか。鑑定を毎回持ってすぐ右だから、あ、装備は。装備は右なんだ。よいしょ。まあ、売るだけのものでしょうけど。そうですね。はい。行きましょう。お、さらに500。原始の洞穴。ネズミ。ほら、穴。チューチュー、カニがキュウチュー、あいつらカマメの髪をすべて食べてしまうチュー。カニがいんの。またカニがいんの。カニ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 、なんかいる。ほっから、お、いや、ネズミ。なんだろ、このマークは。そもそも、自分たちマークがついてる。魔術師の道。あ、いる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 。なんだこいつら。ベルガレッタ。ベルガレッタ、ベルガレッタ、ベレガー。ベレガーって、そういえばなんかあったな。ベレガー、なんだっけ。なんだっけ、ベレガーって。なんだっけ、ワイン。
ベレガー、ベレガーってなんかあったな。これか、決勝の囚人たち。ポーターの呪文を排除を渡さないことに彼は怒ってほしい。あ、これ違うわ。無視です。キャサンドラ、ほーほん、へー、いやーなんだっけ、なんか出たのは確かに出た、ね、古代の牢獄への入り口が解除された。古代の牢獄、まあ普通に話せんじゃない。はい、行ってみようっすか。おい、どうもチーズ。話しかけられない。話しかけられない。ベレが15もあるレベル。あれちょっと怖くなって、怖くなってきた、怖くなってきた。話しかない。すべての神々を呪われよ、歓迎せざる光へ、この恐るべき氷を垂れ祠らに呼ぶのを灯る。この洞窟は我が我が墓だとか言ってる。あ、すげえいろんなもの持ってる。おお、持ってんじゃん。レベル15だよ、しかもこの人たちが。へえ、12レベル持ってる。へえ、こんなもんかだね。我がベレガレッタの中に癒し男が混じってるではないか。ブロンドブルネット、可愛らしい表情、官能的な唇、生めかしい髪、全てお前には不相応だ。お前って何者だ。無知にして無邪気な我はベレガー、バレガー、バレガー、魔術の最高の使い手なのぞ。完全にバカなこいつだ。私の知性の頭脳に入っていない呪文なんてこの世に存在しない。私が唱えると魔界不思議なことが起こる。世界は私の遊び場で、生き物は私の餌だ。傲慢だな。この洞窟はなぜお前の墓と記されているんだ。ここに上陸したのは若さゆえの気まぐれ、悪魔を操れると思ったのだ。ある時私の真の目的はマクソスの気を激しく引くことだ。マクソス、マクソス、私は悪魔を召喚した。悪魔を4体だが、なんということだ。奴らは大きすぎる脅威となった。私はすぐに打ち負かされ死に近づいた。マクソスと私は最後に息も絶え絶えに叫んだ。また彼は私の命を荒々しい驚くべき魔法で救ってくれたが、結果は恐ろしく悲劇的だった。彼は無謀な行為をした私をここに閉じ込めたのだ。そして私の凶悪な過ちなど何とも思わない大胆で勇敢な勇者以外に忠誠心は現れないだろうと宣言した。まあそれが俺だったね。まあね、私が召喚した悪魔は私の監獄を監視したが、長ひときを経てついに勇者が現れただけだ。喜べ友よ、扉は放たれた。探検する世界があるので、今はこれで失礼したい。お前の言うマクソスは誰だ。魔術師の超たるマクソスを知らないのか。炎の息を解くトカゲたちの真の仲間を知らん。ドラゴンコマンダーに空を飛ぶ機会を与えたのは彼だ。それがちじゃない、大帝国さえ与えたのだ。お前はいろいろと勉強しないといけないみたいだな、おつち。おい、さあ今すぐお店に急ぎドラゴンコマンダーと呼ばれる素晴らしい牙城を手に入れよう。捕まってからどのくらいだ。誰が何年もあるいは何世紀も数えるというのだ。この程度の懲罰はなんてことはない。私は夢の中で転移術を駆使し、何千もの王国と銀河を目にしてきたんだ。それに私はここにいるベレガレッタを作り上げた。極上の女たちだ。お前は悪魔を倒した。だから今私は自由だ。だが私が本当に閉じ込められていたと言ったのも、はあ、そんなわけあるまい。いや、私閉じ込められたんじゃねえか。私もすぐにここを出る。だがさよならは言うな。私は荒野に森に谷にいるだろう。そして私はお前に会い、新しい物語を紡ぐのだ。じゃあ準備しよう。我が女たちを出発するのだ。その魅力的なヒップをくねらせろ、大津一。とりあえずバカなのはよく分かった。レベル15のバカですよ。大丈夫か。でもレベル15のやつだから、なんであんなにそんなうちにナンパされたんだ。4体もいたらやっぱなんかこうコンビネーションみたいなの食らったんじゃない。あ、一瞬の隙を使われたのかな。ね、何だったんだって感じです。普通にアイテム売ってくる大丈夫のおっさんかじゃない。まあでもこう開けたことによってあちこちに現れるんでしょ。ああ、もう森に山に谷にとかよくわかんないこと言ってたしね、うんうん、この先また会うたびにこう強力な武器を売ってくれるやつなのかもしれない。はは、特になんもないよね。なんもないですね。あ、なんか丸太ですね。ゴミです。あ、チャブですね。アクスミの薬味は欲しい。そっと持ってったそこへ。なんもない。お、お金がある。毎度思うけど、家主がいるので、目の前で堂々と盗みが働いてるからね、俺ら。まあ、もともとほら、でもここに所有権はないから、この人ね。ただ単に閉じ込められただけだから。指輪を送る。なんか、木の中に指輪が入ってて。
木の中に指輪が入ってた。積まれた木の中に未鑑定の指輪が入ってた。お、そいつはなんだ。臨床近く1プラス1プラス。そうだ、買ったんだ。装備渡しとく。おい、ください。これか。そう、それが欲しい。ホームセットに送るところだった。これでキャラクターを見ると治療が17まで上がってるんだね。よっしゃ。Sweet Belagar, when I sleep, I dream of you. When I wake, I love you. For you may not toy with my sweet demoiselles with my sensuous bells. What a joy it is to be a Belagarette, the most favored of women. なんか今心臓あったな。心臓は何に使うんだろう。なんだ、分解とか。これだ。灼熱の心臓。ドワーフの溶鉱炉で燃やされた魔法の心臓。風に吹かれても炎が聞けることはない。ほうほう。なんかに使うのかな。なんかレジェンダリーなんですよね。あ、レジェンダリーところがユニークだ。ね。ってことは何かに使うんだろう。Oh, Belagar, how I adore you. じゃあ。We may meet anew. We may meet with you. って言われた。また我々はまた。調子のいいやつだな、本当に。What a joy it is to be a Belagarette, the most favorite of women. まあ、また会う時あるでしょ、ベレガーね。ベレガーですよ。あ、なんか、あ、銀行マイク。銀行マイクがこんなとこにあった。大丈夫ですか？あんまり広いすぎて、また。掘るのを手伝いたまえ。鶴橋、またし持ってる。持ってるやん。使用中だと掘れない。一人一個だ。なんだ。二人で掘れば早いのに。無理だ。そんなにこう空いてないんだよ席が。枯渇した。持ててる？大丈夫？あ、余裕ですよ。結構売ったからね。そう。ああ。こんなんだったんだね。さあ、じゃあ。戻りますか。戻りましょう。なんか落ちてる。水のエッセンス。ルクラへ。はい。で、まあ入信するしかないのか。入信するしかないか。汚れなき者の教団員として鉱座に潜入すると。はは。いう流れでしょうな。ああ、汚れなき者。顔割れてないのかね、俺ら。割れててもおかしくはないよね。まあでもレアンドしてるしね。レアンドだったらなんかこう、まあまあいいんじゃないっつって。またちょっと遊ばせてもらいましょうみたいな感じなんで。Give me the strength, O goddess, to become enlightened. The goddess is the word. 女神は言葉だ。導かれし者を通じて話され、この身を通じてその地は繰り返される。何を教えてほしいのだ？いろんな者たちについていくつか聞きたいことがある。喜んで答えよう。加わる方法を教えてくれ。教えを覚えているか、探求者を。答えは用意はできているか。重要な三つ、聖なる三つの教えをお前に問う。しかし、一度でも謝れば、女神の愛に値しないものと見なされよう。本を出すな、本を。ちょっと。そんな本あった？Blessed be the goddess, and blessed be the conduit! それじゃない？第一巻。第一巻。そこの目の前に第三巻を落ちてた。でも娘判定になっちゃう。ああ。また後にしよう。そうだな。また後にしよう。し。はあ。目の前で透明になってるんだけどな。And behold, said the goddess, the blood is the life.で、これを、あの、第2巻はどこにあるんだろうね。2巻どこにあるんだろう。前具合にこう、
1巻から1問、2番巻から1問、3巻から1問とかじゃないのこれ。そんな流れでしょこれ。2巻も探そうか、うん、2巻を探し回った方がいい。2巻はどこにあるんですか。2巻はどこだ。売ってると最悪なんだけどな。ソビアでなんか今売ってないかな。お、ある日久しぶり。じ？ So good of you to drop by, my liege. As always, be welcome. 俺が売りついた木の棒がすげえあるな。この数。レベル9とかの装備しかないね。ないっすな。うん、あ、いや、まあ12は売ってるな。12、11、コテ、カジ3か。コテで、あ、でもダメージ反射。ダメージ反射。ちなみにコテは、それ制作はあるけど、10% だね。あ、じゃあこれ買っとけばいいんじゃない。そうだね。買っとこうか。カジ3、そうだね、あるといいかな。うん、まあ、10% 伸びるから付け替え、付け替えすればいいかな。お、なにこれ、すごいお楽しみを提供してくれそうな女の子いるよ。ぴったりな子がここにいるわよ。お前のことはもう、ちょっと待って、寂しいトロールを楽しませてくれないかとか。あー、なんかこんなシーンあったね。発信ところだ。寂しいトロールを楽しませてくれないか。彼はおとなしいトロールなの。私の時で役に立つです。珍しいけど、でも、いいわ。あなたが友達の代わりに料金を払うっていうなら、彼女と一緒に過ごしてやってもいいわ。金貨2050枚で足りると思う。ちょっと高いな。それ以下じゃトロールと恋愛はしないわ。スイートハート、どんな異常なことを要求してくれるか知りゃしないもの。マジか。トロールのあれはでもここでなんとかなるんだろうね。ルビーがトロールの相手をしてくれる。ツルハシ邸だって2000か。2000はちょっと高いんすよ。マリーさん、まあ取れた。ちょっとピザ持ってる。自己紹介してもらえるか。私、ご覧の通りここで休止してるんです。弟の ブロセルはグッバイ編で、今は最新の中。手紙。印象持ってるよ。手紙渡してあげて。渡した。弟の遺書。でもそうやってあの人は、いやー、僕アップデートした。いやグンダン編の石ですか。プロセスの衣装を改ざんせずにマリアには届けた。そして彼女は心からこの感動に感謝している。ああ、よかったよかった。無事に終わった。そういえば井戸のさ、やつも俺ら何もやってないね、うん、そうだね。ボレアスのなんか巻物が手に入るっていうんだけど、多分でもボレアスの巻物はあの扉の奥だと思うんですよね。ああ、なるほどね。うん、だからなんとかしないと。ベール、音が低くなり威嚇するかのように筋肉を伸縮させる。おお、スキルブック持ってる。そっちはあれなのか。なんじゃこれ、なんじゃこの鋭い。レベル13の武器売ってるよ。あんまりすごいな。ベールさん、アラミンタイ眠ってる間に的に命中させたことあるかい。まあ何の技も覚えてないようじゃ無理だろうな。知ってるやつは。なるほどね、ここに何かいるんだね、スチールブック持ってる人たちが、うん、トレートンは気をつけろや、この美しい武器は骨の髄まで届くぜ。それで取引がしたいのが俺のエールが届く前に済ませろよ。ああ、アイテムを持ってるとですね。まあ、特にっていう感じかな。なんか買っちゃった俺。お出した。愛の爆弾。愛の爆弾。終了。結構人がいるんですね、ここ。いますね。横におついち先生もいますね。私今売り物。ボメティア。
シカに対して骨格を持ってるわね。でしょ、とても赤眼鏡の正しく使えば100世代を持つでしょうね。あなんかあります、ね、悪党のプレサイスカッタースキルブックをここで出てる。ネチ巻き人形召喚のスキルって書いてある。半径3メダイネレベル12の爆弾人形を召喚する。はぁーで爆発させるっすか。あーいたねー。あーあれか、あのネズミみたいなやつだ。そうですね、敵を確認爆発しますみたいな。なるほど、ここにあったんだ。サモンデストラクション、召喚された魔法生物に致命的なダメージを与える。あ、召喚魔法に対してのあれができるんだね。素晴らしいですね。妖術もあなた持ってた方がいいんじゃないですか。そうそう、どうなんだろう。ただそうすると炎の上級がまた遠くなっていくから、とりあえずとりあえずもっかこう炎の上級を覚えられるようにしてるんですけどね。初級だとローレジスタンス、周囲の敵の全属性耐性を下げる、弱体呪い状態にする、自分を回復する、 HP 吸収魔法だね。仲間のダメージ値を 増加させる。ターゲットの与えるダメージを 40% 増加だって。これは意外と強いですね。攻撃力アップですね、完全に。初級なんだ。意外と魅惑にするとかあります。はい、とりあえずヒザネクションも大事なんで。すごい、すまんな。スッとやるね。大したもん入ってないな。2巻はどこにあるの。2巻はやが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 桜前、引っ込んでろ、ピッキーバックなんだ。あと一歩でピッキーダイヤ爆発だ。どういうこと？どこでそんなことになってんの？ちょっと、上上上。ん？2階、2階。2階かい。2階、2階。助けて。助けて。助けてって、助けようがないでしょ、それ。大爆発者。で、その辺に私がいるはずだ。あ、なんだこれ。ボニーっていう。ビッキー箱、まあ、とりあえず一歩引いておけばいいんでしょじゃない。戻ってくればいいんじゃない。おい、no, don't go! 待って、行かないでお願い、助けて。こいつのせいで身を引き取れば狂ってる、殺されちゃう。どうしようかな。落ち着いてってやつだろうね。落ち着いて、ここから一本動きがないから、とにかく話をしましょう。おいおい、もしかしてあの俺に恐れてるのか。お前の力を見せてくれ。大嬢さん、心配しなくていい。この窮地から何とか救ってみせよう。ドカーン。お嬢様、ざまないとビッキードカーンする。神秘は散れ、さもないドカーンだ。最終警告、ビッキードカーンだ。ビッキーボーン。終了。お、なんか新しいあれが出ちゃったな。爆弾手ビッキー。ボニーという商売女がビッキーという奇妙なスケルトンに捕まっていた。今はなんとか落ち着かせているが、近づいたら爆発する気らしい。テレポートして話してやればいいんじゃないか。あ、テレポート使ってまあ瞬間移動。これをここに、俺んとこに吹っ飛ばすんかい。俺んとこに吹っ飛ばすんかい。ここでいいのかな。あ、いいんじゃない、全然いいじゃない。本当にありがとう。無事に終わった。あなたは命の事を全部フレドリック、フレドリックの仕業なの。あいつはフレドリックを通知。俺はフレドリックじゃない。私はあれと一緒にここに閉じ込めたの。あの狂ってる化け物よ。誰だ。もうこの部屋から出ましょう。下で新鮮な空気を吸いたいわ。ここでのことを聞きかけよう。いつでも尋ねてちょうだい。感謝しろ、私のヒーロー。
フレドリックってなんかこの辺のなんか仕切ってる人じゃなかったっけ。あは、何度かビッキーを倒してボニーを救出した、うん、お、何開かないだと。そんなもん破壊するしかないではないか。大丈夫なんだろうね、わからん。ちょっと金貨が落ちてる。調査。錠前レベル1だ。ムーンストーンがあるよ。ムーンストーンじゃん。まあムーンストーンはよく見かけるよね。大事ですよムーンストーン。お、回復薬ショーが。ムーンストーン、エイザムーンストーン。あ、なんか箱がある。炎の灼杖があったな。お、いいですよ。まあいいわ。レベル9。打ってください。そこ、上階上できんのかな。あ、俺ピッキングツールはねえや。わしに任せろ。はいよ。あら。素晴らしい。おー、なんかいろいろある。お、絵があるぞ。そいつは売るんだ。回復薬チューもあるぞ。パンもあるぞ。伐採された木材。ほほーん。おー、ほら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 、マンドリン。なんか狩りのお菓子と食的な気。I guess someone else got here first. あ、ここに鍵付きの箱が。開かないんですよね。鍵はないんですよね、もう。あー、まあ、錠前レベル4だしかも。ってことはなんかイベント系だな。開かないね。爪ってなんだ。わかんない。怪しい。まあ、開かないですね。なもんか。ん？お、なんかただの泥棒なんですよ。まあそう言いますかね、ええ、ただまあ人は助けたからいいんじゃないですか。そうですね、ええ、義賊という言葉がございますので。他にはここにエルウィンっていうのが座ってる。ミカエル・ソロマティン。うん、ぬ沈黙思考を邪魔するというのか。どうやら新しいレシピで使う材料が欲しいようだな。寛大でも使用するなら許してやろうではないか。青、ピッキングツー、罠返しと刻印の指輪キット。ほほ、あー、いろいろとこうアイテム売ってるね。素材屋ですな。銀鉱石とか売ってございます。ソロマティン、エルウィン。あら、まあまあ、そんなぼんやりした目つきでは導かれし者に気にならないわよ。でも心配ない、心配ないの。それによく気を変えられたい。わあ、お薬たくさん売ってるよ。金持ってんなこの人たち。エラリー、あー、アリが、あ、店員さんじゃないので気にしないで。さて、どんな魔法の魔具をお求めですか。それともみんな女神の祝福を受けておりますよ。おお、魔法系のアイテムが。エクスポージョンファイアボール、チューチュー。これ強そう。ダートスプレーミュート。その風の杖というか炎は、あー、まあまあまあ、しかもレベル1差か。レベル13。お、お、筋力で反射20。筋力プラスの反射ついてる。これ素晴らしい。これいいんじゃん。いいしょ、筋力。毒耐性か。使い物は1個ありましたね。そうですね。今日も装備するしかないよ。これだ、うん、筋力反射。それでさらに 10% 反射だよ。でも反射が水ダメージだから、ちょっと水系のやつだったら逆に回復してしまうという悲しい運命だね。そうですね。こんな感じです。ここ意外とこう物を売ってくれる人がたくさんいたっていう場所ですよ ね。ただ2巻は見つからない。
そうですね、2巻はありませんでしたね。2巻は見つかった。鉱山労働者ばっかり。ブランドンだって。ブランドン・フューリー。あんた捜査班だろ。一体何のためにこの地を訪れたのだ。ゴブリン、オーク、それともオートジェが目的か。もしくは素敵な花のブーケが。お前のことを教えてくれ。マジでお前のことを悪く奴がいても驚くんじゃないぞ。監督官もギルドの評判を保つので手がいっぱいだからな。でももう手のひらで踊らされるのにはコリゴリだ。俺はもう十分に働いた。そろそろ潮時だ。そうだな、あんた俺の退職計画を手伝ってくれないか。何か怪しいな。さあ詳細を聞こうか。私も興味があるな。I must say, I'm also in... そう、サンタなら話に乗ってくれると思ったぞ。どういうことだよ。さらにいくつか質問がしたい。そのサンタにノートは言えないな。何でも尋ねてくれ。テレブルミに関して普及のことについて何してる。普及この村の誰でも教えてられるぞ。ここにいる男たちの半数は普及で同胞を失ってるからな。そしてもう半数はあの教団によって救われたんだ。はは。へえ。これはあ、ベンという名の鉱山労働者を知らないか。彼のことなら多く覚えている。少し手前にある実績にある素晴らしい男だろう。彼はシルバーグレンから一気に逃れることに成功したが、もうすでに不朽の症状が出始める。テレブルウィムに関して教えてくれないか。奇妙な性質の鉱石だよ。この手で2年ほど前に発見された。それ以来人々は熱狂的にこの鉱石を手に出すようになった。正しい買い取りにとってはそれはダイヤモンドよりも価値のあるものだ。はあ。お前の引退計画について話そう。これは内緒の話なんだが、トロローは莫大な財宝の上に住んでいるんだ。テネブリウムと呼ばれる金属なんだが、金よりもずっと、違う、金よりもずっといい値、ね、いいで取引されている、はい、それを手に入れているとはし、悠々自適な生活を送ってやるんだ。ああ、なるほど、悪いことだね。だが、いろいろと厄介な問題に住んでいて、俺もまだトロローの独占の道筋を見つけられていない。気づかれずに物を保ちたい方法なんて持ってるのかだ。だが、あんたはソーサンタだろ。どんな謎でも鍵は出られるはずだ。取引をしよう。あんたはテネブリを見つけ出して、俺に渡す。そして俺はあんたにシルバーグリーンに関する情報を与える。特にローレンスに関する情報はな。どうだ、よだれが出るくらい美味しい話だろう、ついし。おー、美味しいね。とはいえ、あいつが普通にやられているのは本意ではない。だからあんたらに、テネブリウムの塊を持っても大丈夫なように毒を渡そう。普通の害を抑制する特殊な石の形で覆われている。これでいけるかもしれない。あ、治った俺治った。あ、あなた治った。トロール王のことについてもっと教えてくれ。その背丈と醜い見た目を除けばトロール王は取るに足らない。脳みそは豆粒ぐらいだし、明るくキラキラするもの全てに興味を持つ性格を出している。ほうほう。そのクソ野郎が、まあつまり音じゃない。採掘場の下にある銀鉱脈を牛耳っていて、金と引き換えに採掘者会社に場所を貸しているんだ。この丘を自分たちで採掘するものじゃなくて通行料を徴収して5倍も引いている。あ、それ通行料を払ってるわけね。はいね。やつの洞窟がどこにあるのかははっきりとわからないが、少なくともやつののろまな召使いたちならある程度は知ってるだろう。橋を守りながら集めたからどこかに保管しないといけないだろうからな。はあ、治ってる。いや、治ってねえな。え、もうバッテンマークついてる。本当だ。渡しておこうって言われてたけど、なんかもらった。新着順、これブラッドストーンチェスト引く。あ、こん中に入れればって話だったのかーい。ちょっと入れてくださいよ。杖どれだっけ。杖、私が未だに保管してる気がする。これだ。それだ。そんなバカ。ああ、入ってる入ってる。ああ、入ってる。入ってて一度触れちゃったからもう俺らダメだ。ダメなんだ。この本来この中に入れとけば汚染されずに済むんだな。ああ、なるほどね。ああ、遅かった。いやー、ただ普及が出てきたからなんとかなりそうな気はするけどな。流れてみようね。うん、ブランドンはこれまで最高の職長だちゅう。どうやって復帰を逃れたのかなとか言ってる。彼より見えしなきゃ。つまりこれがあればってことだったんだね。あ、トロールからテネブリウムをいくつか盗んできてほしいとブランドンが言った。はあ。ただ結局はやっぱあのお姉ちゃんにちょっとお金渡して。そうだね。ちょっと寝室の用意ができているか。それ自分が楽しむもんだね。少し質問してもいいか。シルバーグレンをどう思う。もう昔の面影すらない。あのバカにだけ汚れた者たちが増えてしまって何もかも変わってしまった。鉱山のお仕事者たち、彼らは以前は肩越しに超の視線を送るだけ、あれがね全部使い尽くしたっていうのに、今はお遊びよりお祈りの方が楽しいみたいね。意味がわからないわ。ほう。
連中はただ突っ立って一日いわゆる女神を叩いているわ。女神が誰かなんて知らないけど全身に血を浴びせられても汚れ込むみたいで、以前そういう使命を持つ娘を知っていたわ。確か彼女の顧客も彼女のこと女神とかご主人様と呼んでいた。でも彼女には神々しさなんてみじもなかったわ。それで寝室の寝室の上でしょ。それゲラウトや寂しいと思ったらわかんないほらほら。わいいよ。イエーイ。Cheers, darling. Okay. これでよかったのか、本当に。つまり私たちは孤独なトロールを元気づけるため商売女に金を払ったそうだな、ちょっと一線を越えてしまったかもしれないな。ただ、一体何がいけないんだ。あいつを元気づけてやる必要があったし、彼女はそうするだろう。What's wrong with that? The fellow needed cheering, and that's what she'll do. そういう風に言ってくれると、まだ私たちがとても親切な行為をしたように聞こえる。これで行けば、あ、行けんじゃない。ほら、なんか、うん、何かルビーを連れてきてくれみたいな。でもこれでなんかこう残虐な死体になっぐっちゃぐちゃになってこう発見されたりしたらすげえ可能性はなきにしもあらずですね。大丈夫かな感があるけど大丈夫ですかね。こっちだっけ。いや、北側じゃなかったっけ。橋のどっかの橋、あ、こちらか。こっち側です。こっちか。ちょっとどうなるか気になりますよね。ねえ。どこの橋だったかっけかな。この上側だったかな。なんか血吸ってるぞ、あなた。血を吸った。あ、それすぐ血吸うの。あ、箱があるよ。それ見たんじゃなかったっけ。ほんとだ。よく箱の場所だけは覚えてるね。すべて取ってるからね。よく血吸いますね。切ないなこれ。血の場所をよくこのゲームをずっと記憶してるよね。ね、あれ？そっちの端か？左端？こっち？いや、違うんでしょ？でも俺ら普通にこう来たよね。あ、ここに端1個あるわ。こっちだわ。おーい。はい、いる。ああ、話してる、話してる。オッケー。目の前で残虐に、目の前で残虐にこう、砕き散らないことを祈るばかりだ。うん、2050円が足元に落ちるのを見たくないからね。ああ、なんか、話してる。お。そして、それはね、あなたをしっかり見るためよ。完全に赤ずきんちゃんの話をしてるけど。そうですね。赤ずきんストーリーを聞かせてますね。ねえねえ、おばあちゃんって。普通に話してるぞ。あ、落ちるんだ赤ずきん。それはオオカミとはやられるぞ。楽しんでるみたいですね。そう、楽しんでますね。大丈夫そうですね。大丈夫そうですね。ファンブはどう。友よ、我が心の勇士、この歓喜は言葉に合わせない。ルビーを連れてきてくれた。この世界の何よりも貴重なもの。ハピネス。輝かしい栄光が変わらぬ姿で戻った。この無比の奉仕にお返しをしなければならない。これをお返しにやろう。お前が私のために払った代金は卑しいからだぞ。我らの友情の間に入らせるものか感謝する。お前が、おお、我が魂の英雄、永久の感謝を。おお。My thanks, oh champion of my soul. そう言わずにまあまあまあ買ってけよみたいな。いや、いらないものなんだよ全部こう。購入に必要なお金が足りない。はい。お、ログアップデートされたよ。おばあさんの歯はどうしてそんなに大きく尖っているの？野獣と美女。ファンブルの様子を見に行った。彼はとても喜び、ねぎらいに金をいくらかくれた。おう、金もらったの？もらってるみたいですけど、あなた5000円ぐらいもらってになってるよ。6517。1000ちょっとぐらいもらったんじゃない？はは。まあ払った分一応返ってきたかな感はあるね。で？なんか多分そのトロール王のどうたらこうたらをやるためには、はい、向こう側に行かなきゃいけない。そっちから回っていけんのかなかなぁ。まあ、一応こっち側にもなんかそれっぽい道はありますからね。そうだね。下っていきますか。そうしましょうか。
まあ良かったんじゃないか。そうだね、喜んでるし。ただ2050円払って1500円ぐらいしか返ってこないって、それマイナス500円ぐらいになってるような事前事業ですね。まあ経験値を買ったようなもんかな。経験値なんて入った、しかも分からない。入ってなさそうだな。なんか入ってない気がする、一応クリアにはなったんだね。でもね、そうですね、クリアにはなりました。血を吸収しないと。あ、私の血が吸収されていく。あ、すごい勢いで血が吸収されていく。早いとレベルアップしたいですね。この先、そうですね、13になるとだいぶ。あー、夏でここ光る場所。おお、あったね、そういえばこの辺。そうですね、来ましたね。そう、オークが強くてみたいなこと言ってたよね。そう、そういきなり襲ってきて、やべって言って、その先行ってないんじゃないかな。 あったあった、この先でさらに大群に囲まれたところまではなんとなく覚えている。うんうん、レベル高い、こことか言いながらこう戦ってた。あ、もうその後がここに、まさにここに。あ、なんか鏡壊れてる。転送の鏡が。お、魔女のやつじゃないのそれ。こっち側に行くしかないね。なんだあんな煙は。あ、なんかいる。ん、びっくりした、なんかうんうんしてるから敵がいるのかと思った。おお、水草ってやつですな。あ、いや、なんかいるわ。あ、失礼します、マダム。エリート投資。夜の使者、ガルクルだ。ガルクルだ。よくない感じするわ。よくない感じするけど、行くしかない気もする。うん、まあ、レベル12だったら適正ですよ。まあ、行けるんじゃないですかね。スイ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 、どうも。うわー、即戦闘になってしまった。おらー、攻撃してねえよ。魅惑向こうか、危なー。魅惑される、危なー。 May I be valiant as the Lion of Saba. Lion of Saba. せやー。 Chaos grips my hands today. 早く倒さないとヤバそうな気がしてさ。あー、伏兵がいた。あー、やばい、回復してるこいつ。やばい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 、痛い。あ、そっちもいるんだ。すごい追いかけてきた、めんどくさ。なに、レイジ使った。ふん、ふん、怒った怒った怒った。あ、怒った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 。ブレイクボー、骨折した俺。お、で、こっち来んのかよ、お前。ちょっと、何かいい手ないっすか。とりあえず、命中率上げた方がいいんじゃないですか。ああ、まあ確かに。骨折すると AP が足りねえんだよな。あ、そっちもいるんだ。うわあ、結構。あれ、結構いるぞ、これ。結構いるぞ、これ。視界を防いだ方がいいかもしれない。あ、いたー。それ、身体強化だな、これ。反射したうわ、あ、でも反射して、反射ダメージ入ってますね、水ダメージ。自分の血で癒しだ。あ、でも、一応多くだから出血で血を出させればそれで回復できるの。素晴らしい、クリティカルで 500? イーストウォー、また頼む、はい、もう俺のところごとバキリしてくれ、はい、あー、回復してる。嘘でしょ。いいな、早めに倒した方がいいぞ。範囲攻撃で爆撃するんだ。それや、ファイアボールや、そこや、ファイアボール。ああ。でも一人倒したね。オッケー、回復してくれ、自分で。いってー、結構な。何あれ、何をせろっと。どこ行くんだこの野郎。いってーな、この野郎。あ、やばい、怖いか。あ、危なー危なーい。ん、あれ、ガルクルダ死んだ。ガルクルダ死んだ、死んだ、ラッキ
回復しといて。そうそう、あら、このエリート呪術師、あれ死んでないこいつ、もしかして生きてる。まあ生きてるんだったらその後あのオイルで燃やすけど、そうすれば視界も取れないし。なるほど。天の騒ぎを受けろ。失敗、はい、行っていいっつのだからよ。一人死んだな。あーどうしようかな。そこじゃ燃えないでしょ。燃えないね。いけるかな。あ、いや燃えるんじゃないか。そこだったらいけるかも。いい。もうアイテムが出っ放しになってるけど消えない。あー消えない。あ消えた。オッケー。そいつはどっちみち当てらんないからん。どうしようかな。こいつ殺しちゃっていいですか。目の前のやつ、まあフリージングタッチでも普通に攻撃数でも何でも、はい、今フリージングタッチで。サクッと死んだな。サクッと死にましたね。でもう一旦残ってるので、あ、まあ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 、いいダメージ。凍結してくる。当たる。さっき失敗したのに。どういうこと。 11AP か。半分にも乗ったけど、あの人。素晴らしいね、これ。私は吸血鬼と呼ばれていてね。あー、完全にヴァンパイアじゃねえか。シュイーン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 って戻ったね。多分レジスよ、あれ。おー、いいとこに石を。かつ燃える。でーだよ。でーだよ。まあ いや、とりあえず、シュート許可を入れておいて。で、よいしょ。木の裏に隠れるぐらいはした方がいいんじゃないの。いや、あと、ちょっと、行ってみよう。ん？いや、回復。とりあえず回復。当たってんの、当たってないと思うんだよね。全く何が起きてるのかわからない。おお、こいつか。うん、点灯してもらおうか。 OK。 I invoke the power of the giants. Power of the giants. 行って、俺かよ。そして今度俺ですよ。回復だ、自分を回復させるつもりだ。ゆっくりしてるな、なんかすごい、すごいゆっくりしてる。すんごい遅い、すんごいオイル。どうしたんだこれ。どうしたお前。歩いて終わっちゃった。死んじゃったぞ。しかも死んじゃったよあれ。なんなのあれは。もうなんか最後断末魔ですよ。わしゃにみたいな感じ。よいしょ。もうロック落として。おお、強いな相変わらず。ロックマンだね。いえ、こっちでいらっしゃる。はい、やっ。えっぐ、えぐいな。右側、あ、もう、あ、そうか、魔術師もないんだ。ただ血を求めに行ってるだけのような気がする。おい、おかしいやろお前。どんだけ血吸ってんだよおい。あれあれ、あ、
おい、ゼロだよ今。それありなの？それありなの？全開しちゃうよこの人。あ、これは新しいテクですね。AP0 でAP0 でひたすら回復できるよ。いやー、どうなんだこれ。これは見せたぞ俺。これどうなんだ、最高や。おいえおいえ、3回ぐらい動けば。うわーうわー、どうなんだこれ。俺は血さえあれば何度でも蘇られる。オッケー。もはや多く謎だな。戻ってきた。全開して戻ってきた。次回パッチで修正お願いします。何言ってんだよ。お願いします。これがお前、精神許された力やで。許すまじこいつ。血があればもう何度でもできる。その場でちょっとズルズルズルっと動くだけでこう回復する。いいよね。ただし真横に敵がいるときはちょっとできないですね。ああそうか。まあ万能ではないと。はい。毎度思うけどすぐ燃やすよね。もう燃やすの大好きかも。反射ダメージがすごい。まあ回復するよね。いいな。まあ私のねスペシャルアタックをくれてありますよ。まあ、でもその回復を見切ってみよう。あ、相当見切られた。相当見切られた俺。ちょっとまさかの展開やった。そう、これが怖いよね。当たれば大ダメージ。当たるとこう死亡みたいな。あー、はい、なんかあー向こうも回復してますね。ってらよ。ひたすら岩を見せる気だ。ひたすら岩を殴って。届かないのかな。それをそいつに撃つしかない。すみません。すげえ回復してるなあの人ね。しかもウォーターシールド貼ってる。許しませんよそんな回復なんて。うん、許しません。テント失敗した。ウォーターシールド貼ってんだ。うん、シールド貼ってんのか。ちょっと骨折してもらおうか。骨折しましたね。もう AP 低いから何もできない。逃げることも許さない。おお、見た感じこう、あー光ってますねそれね。非常に光ってますねこれね。ん、うん。ああ、なるほど。同じことしやる。ああ、確かにね。ああ、なるほど。確かに使えますよね、これ。これ。これ使えるでしょ、これ。これは素晴らしい。あ、ダメ、1使っちゃダメだ、1使っちゃ。ちゼロの範囲内で動かないと。ちょっと向きを変えるレベルの動きだよね。3回。ああ、1使っちゃう。難しい。タッピーやな、あなた。あ、でもね、多分ね、敏捷性上げて移動力が高くないと、その0と1の範囲がちょっと違いが大きいんですね、多分。私の予想だと。だから私に許された力ということですね。だからあなたね、おじいちゃん、おじいちゃん、わしは逃げるんじゃよ。おじいちゃん、そのまま歩くとね、熱いんじゃよ。おじいちゃんね、あ、でもウォーターシールドがあるから。ウォーター、あい、見ました今の。高ぶってきたって言ってたもん今。見ました今の。後ろから刺しましたよこれ。指令書とかいろいろ落ちてるよほら。あー、ひでえ話だ。拾ってください。はい、指令書。違う違う、あっちあっち。あ、なんか落ちてんのか。鑑定品がたくさんあるから。あの、あれだ、女多く持ってたよ。はあ、またクノの魂。クノの魂はあれ合成すると何かあるんですかね。中になるらしいよね。二冠って、お、識別に失敗しました。あっちがある。また鎧壊れそうになってちゃう。すぐ壊れちゃうんですよね。ここにして、鑑定の指輪。そう、これが鑑定の結果いかに。あ、すげえ、家庭42もある。お、
行動優先度の鎧ですね。まあ、アンジャにってバーゼラルド炎が一応ついてるけどっていう感じですね。まあ、まあ、打ってください。今の攻撃を考えるとね。そうだね。結局両手武器で分回してるのが超強いからな。そう、その武器を強化できないのかな。そうすればずっとまた別の両手武器出るまでそれ使い続けられるんだろうな。そうですね。これなんかすごい怪しいんですよね。どっから蒸気が出てるのかな。あった。ここじゃないかな。よし、けなんだこれ。読む。マラディノは何時を見ている。そしてマラディノは侵入者のように汚れた汚れた手が触れることを嫌う。慈悲深きマラディノ。マラディノってそれも何かあったな。あったね。エイプリンかなんかのイブリンのクエストかなんかに出てきてたような。A strange sort of... There must be a way to disarm. ぶねーの。はぶねー。あーらあーら。送る送る送る。はい。致命傷。よしよしよし。何の問題？ああ、ブラックストーンを奪還せよっていうマラディノからの命令。ああ。違う。噂によると北の野蛮なゴブリンの村を荒らす前にマラディノという愚か者の秘密の洞窟を集中して捜索するべきのよう。やつらの塔を破壊し中にあるブロッドゾーンを手に入れよう。それが終わったら注意をシルバーグランに向けろ。捜索中は一人に汚れた虫も逃さないこと。ケアリーな教科の院長のロイクも頭を失うくらいのブロッドゾーンを手に入れよう。ああはは、ガルクルダ。ああ、なんか多くの連中なんだね今のシチュエーションの中身は。そう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 、多くがもらってた。はあ、というわけでなんか今回時間いい感じなので、あ、いいんですか。今回この辺で一回終わりにしたいと思います。はい、次もお楽しみに。またなー。またねー。